後部陽子さん、ありがとうございます。株ブ君こんにちは。株ブ君が言うスピンの後の手が蝶のようなところ、印象的ですよね。トリプルアクセルも世界一綺麗だし、何回も見れます。とてもいいものを見せてもらいました。ありがとう、羽生結弦くん。 え僕もこのフライングチャメルスピンの後トリプルアクセルに向かっていくときの助走のところで、えー、リンクの端の方に行くんですよこれリンクと仮定するとこういう感じですけどこの辺でフライングチャメル4回転とトリプルとやった後にあのー、この後にねここで、えー、フライングチャメルスピンをやりますねでこのフライングチャメルスピンの後に終わった後にですねこう こう,ね、こうやってこう,こういうふうに行くんですよ。でこうやってトリプルアクセル向かっていくんですけどこのねここのところ、うん、まあここですよねだからこのこの部分ですねの、えー、なんか手をこう上のようにやったりとか、えー、足のつま先で塔で踏んだりとかする場面のところがですね何とも言えない空気感を持っててすごい感動したんですよ。うん 僕はここは羽生くんの、えー、この論プの一押しな部分かなと思ってるんですよね。うんえー、ただですね、えー、そんな中で気になったのが、この三木美濃さんのコメントですね。うん、よろしくお願いします、えー。これは今回はライブではなくということですね、えー。僕もあれ、ライブなのかなとちょっと頭をかしげてましたけど、ライブではなかったということですよ。 うん、8月16日に撮影されたものということみたいですね。えー、女子高校生のアップで、えー、あ次なんですけど、えー、女子高校生のアップでですね、えー、演技が見れなかったところがあったのが、えー、残念です、えー。演技を蹴らさない編集はできたはずなのに、えー、その演技と女子高校生の感動する顔の両方を同じ画面で表現したらいいだけ。 たいですこれね、実はあの正直言っちゃうと僕もちょっと思ったんですよ。うん、もうちょっと工夫ができなかったのかなと思うんですよね。まあ、要は女子高生が、高校生がね、こう拍手をするんですけど、まあ、その時っていうのが4回転ジャンプを降りたとことか、まあ、トリプルアクセルを降りた直後なんですよね。そそここののところは非常にその やっぱりあの見応えがある部分だったりはするんで、まあ、そこがやっぱりあれってなって切り替わっちゃったっていう感じに、まあ、僕もちょっと正直思ったんで、それはもうちょっと工夫ができたかなというふうに感じましたね。うん、ただ今回の24時間テレビの目的っていうのが女子高生に届けるっていうね、女子高生に羽生くんが届けるっていうことであったんで、まあ、そのテーマにあって、あった作りの構成だったのかなというふうには思いますよね。うん だけどもうちょっとこう工夫があったら、えー、よかったかなと思いますので、まあ、ぶっちゃけ僕も正直ちょっと思っちゃったので、うんまあ、だからまあもうちょっと工夫とかあった方が、まあ、結構よかったのかなっていう感じはね、えー、しますよね。うん